評価を受ける上で、これは評価された職員の皆さんの何が必要かというと、やっぱり納得という部分が必要になってくると思うんですね。で、これ納得を皆さんされているという理解ですか。中島総務部長。本制度につきましては、25年の12月から導入いたしてございますけれども、その間、平成27年、それから今現在も制度の見直しもやっております。そうしたことから、引き続き職員の理解と納得が得られるのとなるように、改善を図ってまいりたいという考えでございます。一定、今でもできているというふうな認識でございます。辻元議員。ちょっと最後のところはよく聞こえなかったんですが、納得が得られないように努力していくということは、現時点で、職員の皆さんから納得はしてもらってないという認識でよろしいですね。高島総務部長。この前から再度のご質問でございますけれども、見直しも図って一定の理解を得ている状況にございます。さらに制度を良くしたもの、より良いものとするために再度必要な見直しも図っていって、行きたいという思いでございます。以上です。辻元議員。いやいや、だから一定の理解はということなんですが、一定理解はしてもらっているけれども、納得は、だからこれ評価されているのは部長と次長なんですけれども、部長級、次長級の職員の皆さんから納得を得られているという理解ではないということでいいですね。中島総務部長。はい、総務部長でございます。職員の納得性というのは何よりも大事だと思っております。必要に応じて、先ほども答弁しましたように、副市長の方から個別に、評価結果の説明も行っておりますし、それから副制度というのも設けております。さらに、適正な対応に努めていきたいということでございます。森本副市長。はい、副市長の森本でございます。納得を得られているかというご質問でございますけれども、各部長には直接聞いたことがございます。確認したことがございます。そういう評価制度の導入については、異論はないということでの意見は聞いております。以上です。辻元議員。評価制度導入について異論はないということが制度に対する理解であるけれども、その評価の中身については、おそらく総務部長の答弁からすると、部長級、次長級の皆さんは、みんながみんな納得してないだろうというふうに私は思いましたね。で、そもそも私が質問しているということは、納得しない人がいるということなんですよ。だから質問してるんですよ。でね、その納得してない人がいる制度を、やってるということなんですがね、その納得してもらうためには、その評価の中身ですね、その妥当性が明らかになっているかどうかなんですよ。その評価の妥当性の判断は誰がするんですか。中島総務部長。総務長。先ほども申し上げましたけれども、評価につきましては、次長意見を参考に、両副省が成果実績はもとより施策事業の、経緯とか状況の変化、これらも十分考えまして、総合的に評価しておるという状況でございます。以上です。